ね、ずっと常温で。コーヒークリームで作る、ホワイトソースパスタ。インドの胡椒がけというとこですね。牛乳をストックしてないけど、コーヒー用のクリーマーならある人って結構いません？僕がそうです。そんなわけで、今回は牛乳を使わずホワイトクリームスパゲッティを作ります。これも究極に手抜きで、コンソメと粉末のコーヒークリームさえあればホワイトソースいけちゃいます。あとは何かあるもの、マッシュルームとかキノコ類、ツナ缶でもいいし、パセリとか振ってもいいですよね。なんかいいハーブが手元にある方はそれを散らしてもいいと思います。あとね、クラッシュしたピーナッツとかクルミとかにレモン絞ってかけてもね、美味しくいけちゃいます。だけど今回僕はバジルだけでいきます。お料理かけちゃおう。ちょっと小さいやつ。インドで育てた。これイタリアンバジルだね。スイートバジルだね。と、コーヒークリームで作る、ホワイトソースパスタ。インドの胡椒がけというとこですね。ちょっと火が強すぎて、ホワイトソースが全部 なんか、汁気が全くなくなっちゃったけど、でもね、普通に美味しいっすね。全然、コーヒークリームの味だな、みたいな感じじゃないっす。まあまあ、チキンコンソメ入れてるし、で、バジルの風味が効いて、まあこれバジル使ったのは、パセリがないので、日本だったらこれパセリかければいいと思うね。で、胡椒もなかったら白胡椒でもいいんじゃないかと思いますけど、十分に美味しくいただけてますね。ちょっと、汁気がないのは残念だけど、なんだろう、たらこスパゲッティぐらいの汁気のなさになってますけどね。バジル結構いっぱい入れて、ホーリーバジルじゃなくて、ヘルシーじゃなくて、これスイートバジルだったね、イタリアンバジル。牛乳はないけど、コーヒー飲む人はコーヒークリームはお家にあったりとかするじゃないですか。で、牛乳使い切らねえしとかさ、いろいろだとかね。これ乾き物だから、数ヶ月、数週間？数ヶ月はなくても数週間はね、ずっと常温で持ってられるもんじゃないですか。で、それでこれ使っちゃうと。で、コンソメなんて別にコンソメキューブ日本だったらどこでもあるでしょ？っていうところで、これ簡単でしょ？単身者向け、手抜きになっちゃうからお客さん向けじゃないんですが。という、手抜き、コーヒークリームを使った手抜きのホワイトクリームパスタ。インド、一応インドで なんだ、インドの胡椒。それから、最初の段階でちょっとブラックソルト隠し味的に入れたけど、まあインドあんま関係ないんだけど、でもインドで育てたバジルも使ってます。インド製のスパゲッティ、インドのアマゾンの。それだけ。インドの人口は日本の12倍ですけど、牛乳消費量は日本の30倍です。それだけ1人当たりの牛乳消費量が多いわけで、牛乳は簡単に買えます。簡単というか、アルミのタンクをバイクに乗っけて朝売りに来るんですね。で、その時に1リットルの水のペットボトルでの量り売りだから、1リットルの単位でしか買えないんですよ。で、その牛乳は絞りたてで、完全未処理なんですよ。なんで、インド人はみんなじっくり何度も沸騰させて、そして使うんですね。僕はそれがめんどくさいのよ。チャイ屋さんでチャイが出てくるまで結構時間がかかったりするじゃないですか。あれは牛乳に火を通す時間もかかっているという時もあるわけですね。日本でチャイを作ってもインドっぽくならないのは牛乳の違いもあるんじゃないかと僕は思ってますけど、どうでしょうか。都市部ではパックのそのまま使える牛乳も売ってます。ただ都市部ではです。あれです。これは料理チャンネルではなくて、素人のおっさんの単なる動画日記みたいなもんなんで、細かい分量とかは適当にやってます。
ただ素人がなんとなくホワイトソーススパゲッティ食べたいなと思った時に、コーヒークリームとコンソメ的なものがあれば、まあなんとかなると。でもね、僕は日本で100均のソース何度か買って使ったけど、あれは全然僕の好みじゃないんですよ。それに比べたらこっちの方がずっとマシです。それから今回は最後に火を通しながらソースを絡めたけど、コーヒークリーム、コンソメ、塩などをお湯で溶いておいて、茹でたスパゲッティにかけるだけでもね、そうするとスープ状、もうちょっとスープ状な感じで、にもなりますね。あとはもうパスタ茹でるときに、さっと湯通ししたほうれん草をソースと一緒に絡めるとか、ビニール袋に入れて叩いてクラッシュしたくるみ、ピーナッツなどのナッツ類をかけて、レモンをね、垂らすと。それもね、美味しくいただけます。深みっていうか、濃厚に持っていきたかったら、バターを足してみてもいいですね。で、このコーヒークリームを使ったホワイトソース、他にもなんかできますので、それもそのうちまた動画にしようと思います。という、インドでもできる簡単手抜きホワイトソーススパゲッティの動画でした。